このサンゴの植え付けは、サンゴの保全を呼びかける取り組み、サンゴ礁ウィーク2024に賛同し、沖縄の海を守ろうと行われたもので、公園の職員や近くのホテルのスタッフなど6人が参加しました。参加者は去年10月から育ててきた3センチから4センチのシコロサンゴ22株を3箇所のポイントに植え付けました。沖縄の海というのは貴重な観光資源の一つでもありますので、その観光資源を守っていきながら、県内海外それから国内の方にもこの、海の魅力というのを皆さんに伝えていきたいと思っております。ブセナ海中公園周辺の海でも夏場になると海水温が高くなり、サンゴの白化現象が見られるということで、公園の担当者は今後もこうした取り組みを通して海の環境を保全していきたいとしています。